はい、というわけで始まりましたグランツーリスモ6実況動画のお時間でございます。はい、今回はですねレースオブターボスポーツレース3最終戦の、動画を実況していきたいと思います。コースは、スパ・フランコルシャンズということで F1 も開催されるねベルギーの有名コースでございます。さあそのコースを2周するこのレース、まあ車は引き続き RX7 アメミア下級圧上昇7ということで、だいぶねあのストレートが長いサーキットなんで、まあ結構パワー差で抜けたりもするんじゃないかと思う次第でございます。はい、さあいよいよレースが開始されます。さあ隊列が整って今レースがスタートしました。まずは1コーナー超鋭角のヘアピン。さあまずは1台抜いてブレーキングで FC と差を詰める。詰めきれずに1コーナー立ち上がりで立ち上がりの加速の鋭さでアウトからオーバーテイク8番手に浮上。さあここから長い長いストレートに入っていきます。さあスリップに入ってインから2台をオーバーテイク6番手に浮上。ここがね、最長のストレートですね。あれバックストレートの方が長かったのかな、あどっちだっけな、まあ覚えてないんですけど、まあここでね一気にフルブレーキで、右のコーナーに入っていきます。さあブレーキ若干アンダー出しながらも Z3 にオーバーテイク、前はレガシー B4、はい、狙っています。さあインに振って加速、そして次のヘアピンのブレーキングでオーバーテイク4番手。さあアンダーステアを出しながらももう1台レガシーインからオーバーテイク3番手に浮上です。残すところは2台、アンダーステアがね強い傾向でございます。さあ次左の超高速コーナー3速インプレッサとの距離を一気に詰めてアウトからオーバーテイク2番手。さあ1番手の背中ももう近くに見えてきていますね。この辺はね、まあ中速区間というかヘアピンもなく、あんまりねあの速度落とさないんですけど、まあライン取りがすごい難しい区間ですね。さあラスト1台立ち上がってアウトから抜きにかかります。さあアウトからオーバーテイク、これで1番手に浮上、バックストレートに入ります。もしかしたらバックストレートの方が長いかもしれないですね。さあストレートはアクセル全開で、まあストレートっていうか高速コーナーもねこういうところで入ってますけど、さあそして最終試験に入ってきます。フルブレーキ1速までシフトダウン。さあさあ最終コーナーを立ち上がって前回ホームストレートに戻ってきました。そして勝負は2周目に入ります。さあ第1ヘアピン、はいオーバースピードですね、ラインが全然取れてないです。まあそんなことはねお構いなしにどんどん進んでいきますけれども、さあバックストレートに入っていきます。まあ車のセッティングとしてはまあ最高速仕様に持っていくのもありですし、中速の区間でダウンフォース稼いでそこで勝負仕掛けるっていうのもまあありっちゃありですね。さあブレーキ2速ここはしっかりクリップを取って、右左とコーナーを曲がっていきます。後ろとは 9.6 秒差、もうね単独走行の時は、しっかりラインを取ることを考えてミスだけをしないように走るのが、勝利への近道ですね。
油断とかしてるといきなりひょいっといっちゃったりするんで。さあ高速コーナー、左左と続きます。まあこのコーナーはもうほぼ全開っすね。さあここから中速コーナー、区間に入っていきます。さあブレーキング、さあ最後のバックストレートへ、車は進んでいきます。そしてそして最終試験へと飛び込んでいきます。3、2、1、速60キロくらいまで落として、最終コーナーを迎えます。さあ立ち上がって前回ホームストレートに戻ってきます。そしてコントロールラインをくぐれば今このレースが終了いたしました。はい、ということで、今回はレースオブターボスポーツレース3の、実況をお届けいたしました。